はい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 。剣心、ナイスピッチング、おめでとう。今季2勝目かな。先発ではもうすごい何年ぶりかみたいな勝利っていう風に記事で見たし、でもやっぱり剣心もそうやし、長野さん打ったのもそうやけども、やはり6番に長野さんを起用した、それで最後まで変えなかった、この安倍監督の采配っていうのも非常に僕大きかったんじゃないかなというふうに思っております。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見てください、よろしくお願いします。今日はですね、先ほど終わりましたドラゴンズ対ジャイアンツの試合解説をやっていこうかなというふうに思っております。まず結果なんですけども、4対1で、ジャイアンツが勝利をしたというゲームになっております。イエーイというところでね、今日も解説をやっていきたいんですけども、まず今日のね、試合の一言メモというか、一言感想だけ言わせてください。こちらになります。堀田のチェンジアップがすごい。長野を6番起用、交代させなかった安倍采配20丸と。いうような僕の一言メモになっております。はい、堀田選手ね、堀田投手ね、もともとまっすぐがすごくいいよというふうに言われてまして、今日もね、まっすぐすごく良かったです。ただ、まっすぐも良かったんだけど、チェンジアップというね、堀田投手のチェンジアップというボールがね、僕は非常にいいと思ってまして、変化球とかって、やはりバッターっていうのは、ボールの回転、例えば、こうバックスピンをしてたらストレートやなとか、回転が少なかったら、例えばフォークやなとか言って、バッターってこう見て判断して、一瞬の間合いでね、0.4秒とかかなぐらいで打つ、判断をしてるんですけども、堀田投手のこのチェンジアップっていうのは、すごく面白くて、ボールね、普通、チェンジアップってあんまり回転しなかったりとか、回転数が弱かったりするんで、バッターからしたら、チェンジアップ来たっていう風に分かりやすかったりするんですけども、この、堀田投手のチェンジアップっていうのは、本来、ストレートっていうのはですね、すいません、ちょっとボール持ってきますね。ちょっとボール持ってきます。はい、待ってください、すいません。本来ですね、これサインボールなんですけど、本来、ストレートっていうのはですね、こう、バックスピンって言って、こう、回転を強くパチーンとかけて、こういう風にパーって回っていくもんなんですけども、この堀田投手のチェンジアップというのはですね、本来、指、この3本、人差し指、中指、親指で押さえて、パチーンと言って弾いていくもんなんですけども、堀田投手のチェンジアップですね、ちょっと変わってまして、ストレートはこの2本ですよね。なんですけども、チェンジアップの、堀田投手のチェンジアップは、この2本、中指と薬指の2本で、こういう感じで離していく。こういう感じで離していく、チェンジアップなんですよ。これが何がいいかっていうと、普通のチェンジアップって、こうやって握ったりするんですよ。で、回転が弱かったりするんですけども、この堀田投手のチェンジアップに関しては、この2本、中指と薬指の2本で、回転をかけて投げてるんですよ。だから、回転はかかってるんだけども、人差し指と中指の強さよりも、中指と薬指で投げた方が弱いんですよ、力は。だけど、回転はかかってるっていうところで、バッターからしたら、回転がかかってるからストレートやって一生思うんですよね。ただしかし、人差し指と中指で投げるストレートよりも、弱い、球になってますんで、回転はしてるんだけど、ボールが来ないっていう、僕のサムネイル今日見たらわかると思うんですけど、魔球なんですよね。このチェンジアップ誰に教わったかっていうと、今一軍のピッチャーコーチである杉内投手コーチなんですよね。杉内コーチの、現役時代っていうのは、もうチェンジアップが、確かね、西武の中村武也選手だったかな。杉内投手のチェンジアップは2回振れるっていう風に言ってたぐらい、すごいチェンジアップなんですよ。2回振れるっていうのは、球が来ないから2回スイングしてようやくいいタイミングになるぐらいのボールやっていうのを表現してるんですけども、その杉内さんがですね、チェンジアップはこの中指と中、あ、すいません、ちょっとこの良くないですけども、中指とこの薬指で
ボールを離せば、回転はかかるんだけども、ストレートよりも指の力が弱いから、勝手に球が、なんて言うんだろう、遅くなるっていう風に言ってたんですよ。で、おそらくですけど、僕ちょっとこれ聞いたわけではないですけども、おそらくこの投げ方、杉内さんと全く一緒なんで、多分、杉内さんにこのチェンジアップを習って投げてるんですよ。だからこんだけいいボールなんですよね。で、それに加えてストレートもね、もともと強いですし、非常にね、今日はいい高さ、うん、バッターが打ちにくい高さ、ボールかな、ストライクかなっていう、微妙なラインの高さに行ってたんで、フライアウトを取れたりとかっていうのはしてたんで、非常にいいピッチングだったと思います。そして、まあ、長野さんですけども、まあ、やっぱり4番5番ね、まあ、岡本、坂本というところがいまして、連打で続いたとしても、6番バッターが今まで全然打てなかったわけですよ。チャンスでね。なんですけども、そこに長野さんを持ってきたことによって、まあ今まで代打とかでね、非常にこう活躍されてましたけども、この6番に起用することによって今日ね、この3点の、まあ右中間、まあライトへの3ベースっていうのは生まれましたし、それを生んだのもやはり1点差という場面で、まあやはり後半ね、守備固めを出したかったりするんですよ。出したいっていう気持ちはあるんですけども、そこをぐっとこらえて、今日の長野さんにこの8回の打席をちゃんと行ってもらってね、そこで、点が取れたっていう、この安倍采配が非常に良かったんちゃうかなっていうふうに僕思うんですよね。僕も確かに安倍采配を確かに批判というか、ちょっとこう、言ってしまう時はありますけども、やはり良かった時は、良かったっていうふうに僕は言っていきたいと思うので、そこは忖度なくやっていきたいと思うんで、今日はね、すごく、まあ、堀田投手も良かったし、長野選手の、まあ、もちろんヒットも良かったですけども、それを支えてたのは安倍監督の采配があったからなんじゃないかなというふうに僕は思っております。じゃあですね、今日の得点シーンをまず振り返っていきまして、後から解説やっていきます。はい、今日なんですけども、まあ一回表でですね、先制したのはジャイアンツだったんですよね。ワンアウト満塁から坂本選手がセンターへの犠牲フライ打ちまして、1点先制しますと。で、そのままゼロずっと続いていきまして、ここですよね。8回表、2アウト満塁から、長野選手がですね、追い込まれながら、最後甘く入ってきたね、高めのストレートなんですよ。アウトハイか、まあ、真ん中高めぐらいのまっすぐをカーン打って、大島選手飛び込んだんですけども、取れなくて、スリーベースという風になりまして、走者一掃のスリーベースになりました。で、まあ、9回裏ですね、バルドナード投手、今季ずっと 0.00 防御率ね、1点も取られてませんっていう状況だったんですけども、少しね、不遇なヒットというか、ちょっと、まあ、エラーみたいなもんですわ。エラーみたいなヒットがありまして、まあ、ワンアウト二塁から西川選手にレフト前打たれまして、今季初失点をね、喫したんですけども、まあね、この長野さんの、まあ、3点がありましたんで、4対1というところで、今日は、ジャイアンツが勝利をしたというゲームになっております。じゃあ、右側でね、僕の、気になったところをね、解説していきたいと思います。まず、一回表ですね。まあ、点が入った、回ですけども、これね、やはり、この岡本選手のフォアボールっていうのが大きかったなというふうに思ってますと。で、先頭丸選手がセンター前ヒット打ちますと。で、萩尾選手がライトフライだって、吉川選手が、うまいことね、逆方向に繋いで、レフト前ヒット。で、ワンアウト一、二塁という場面で、岡本選手。まあ、今最近ね、なかなか状態が良くなくって、ここで、例えばね、小笠原投手が、勝負ができてたら、まだ違った結果にはなってたかもしれないんですけども、ここでやはり調子が悪いとはいえですね、やはり岡本選手というところで、やはり警戒するわけですよ。そこでやっぱり、まあ不用意とは言わないですけども、フォアボールを出してしまって、ワンアウト満塁で坂本選手に、坂本選手を迎えることになると。で、そこで、やはり最近のフォアボールでね、ランナーが埋まってるわけなんで、外野フライでも、これ点を入ってしまうと。もしかしたら、2アウト2塁、2アウト1、2塁という場面で、坂本選手を迎えてたんであればですね、これが普通のただのセンターフライ、ランナーも進まないようなね、センターフライだったかもしれないんですけども、ここでフォアボールを出してるがためにですね、満塁になってるんで、犠牲フライになったというところで、このフォアボールが僕は非常に大きかったんじゃないかなというふうに思ってます。で、次気になったのは3回裏ですね。ノーアウトをね、これ先頭ランナー出すんですよ、宇佐美選手ね。もともと巨人にいましたけども、
センター前ヒット打たれますと。で、ノーアウト1塁で村松選手を空振り三振。非常に今、状態がね、めちゃくちゃいい村松選手を三振取るんですけども、これがね、サムネイルにあります。このチェンジアップね。チェンジアップ2球行って、ストレート2球行って、最後チェンジアップ行くんですけども、村松選手が、なんや今の球みたいな、なんだみたいな感じの、振った後にね、そういう表情をされてたんで、多分おそらく球が来てないというか、あ、めちゃくちゃいい抜けのいいね、チェンジアップだなというふうに思ってるわけですよ。うん。ここをね、しっかり抑えれたっていうのは、チャンスを拡大、させなかったっていうのは非常に大きかったんじゃないかなというふうに思います。ちなみにこの2アウト2塁まで行くんですけども、大島選手をセカンドゴロに打ち取ったのもチェンジアップだったんですよね。っていうところで、ストレート、と、まあ、チェンジアップ。まあ、スライダーとかもあります。カーブとかスライダーもありますけども、この、まあ、2球種のコンビネーションというところに、まあ、序盤ね、中日打線をですね、やられてたんじゃないかなというふうに僕思います。で、つい気になったのは、5回表ですね。5回表ですけども、なんと先頭の堀田選手、堀田、ピッチャーの堀田投手がですね、センター前ヒットで出るんですよ。なんですけども、ここで、ノーアウト1塁で、丸選手がショートゴロゲッツーを打ってしまうという。ここがね、ちょっとね、まあ、その、もったいなかったというか、まあ、仕方ないんですけども、ここがね、もしここで続けばっていうところだったんですけども、まあ、打ってしまうと。で、こういう大体ゲッツーとか、そういう流れが悪くなった時に、次のバッターって結構ヒット打ちがちなんですけども、この2アウトランナーなしっていう場面で、萩尾選手がレフトへの、まあ、ちょっと福永選手がちょっとまあね、外野転向したばっかりで、まあ、憶測を、目測を誤ったような形でね、万歳、いわゆる万歳して、まあ、二塁打になったりするんですけども、まあ、ここでも点が入らずというところ。うん。なかなかジャイアンツもまあ、いいとこまでは行ってるんだけども、あと一本、初回の1点だけで、なかなか点が取れてないっていう状況なんですよね。で、5回裏ですね、ここですね、チャンスで点が取れなかった後の回で、ノーアウトから石川選手のセンター前ヒット。で、ノーアウト一塁で宇佐美選手がセンターフライなんですけども、ワンアウト一塁から村松選手がこのライト前ヒット、先ほど空振り三振、チェンジアップでしましたっていうふうに言いましたけども、このチェンジアップをですね、初球狙ってたんですよね。先ほどやられた球やから絶対やり返したんぞっていうところで、チェンジアップ待ってるわけですよ、村松選手が。で、それをね、うまいこと引っ張ってね、ライト前ヒット打つ。これはね、素晴らしかったなというふうに思います。で、小笠原選手、バントうまいこと決めて、2アウト2、3塁という場面。で、ここで、大島選手をフォアボール出すんですよ。で、僕いつも言ってるじゃないですか。フォアボールは、やっぱり、ダメだって。失点につながるっていうふうに、いつも言ってますけども、フォアボールでも、いいフォアボールと、悪いフォアボールって、実は2種類ありましてね。このフォアボールは、いいフォアボールなんですよ。いいフォアボールと言ったあれなんですけども、そこまで悪くないフォアボールなんですよ。なぜかというとですね、ここですね、まあ、一塁が空いてるという状況。で、この大島選手と、次のバッターの田中選手を、打力を比べたときに、まあ、大島選手の方が怖い。ジャイアンツからすると、怖い。打たれそうっていう風な、ところはあると思うんですよね。で、そこで、ほんまはね、抑えた方がいいですよ。抑えられた方がいいんだけど、やはり、容易にね、安易に、ストライクを取りに行って打たれるっていうのは、打たれ方としては良くないですよ。じゃあ、どうすればいいかっていうことが、言いますとね、やはり、ストライクからボールになるボールであったりとか、際どいとこ狙って、バッターが振ってきてくれて、例えばファールとか、空振りとかしてくれて、徐々に勝負をしていく。で、カウントが悪くなったら、その甘い球を投げるんじゃなくて、一塁が空いてるから、ストライクからボールになる変化球とか、そういった最新の注意を払って、ファーボールになっても、まあ、ランナーが埋まるだけだよね。田中で勝負したらいいよねっていう風な話になるんで、これに関しては、フォアボールはフォアボールなんだけど、次のバッターとの打力であったりとか、なんていうんだろう、相性なんかを考えたら、まあ、フォアボールなんだけど、まあ、実際抑えれた方がいいんだけど、そういうね、その、組み立て方というか、っていうのは慎重に行きながら、バッターの様子を見ながら、で、そこでカウント悪くなったら、もう歩かせればいいし、もし、カウントが良くなって、例えばバッターがね、ボール球を振ってくれて、圧倒的な2ストライク、ノーボールとか、そういう風な形になってったら、このバッターと勝負をしたらいいっていうようなね、感じなんですよ。で、そこで、まあ、いい、最後までいいところまで行ったんですけど、最後スプリットをね、ストライクからボールに投げて、
まあ見逃されてフォアボールというところで、これに関してはまあその打力をね、比較した上でのフォアボールだったんで、ここは良かったんじゃないかなというふうに思います。で実際ね、ツーアウト満塁というピンチを迎えるんですけども、田中選手を初球でねセカンドゴロに打ち取ったんで、まあ結果オーライというか、まあ結果的にはまあ、ピンチを招いたんだけどしっかりね抑えれたっていうところで非常に良かったんじゃないかなというふうに思います。で、6回裏ですね、これね、非常にナイスプレーありました。ノーアウトから先頭のね福永選手が、レフト前で出ますと。でノーアウト1塁で細川選手ね、怖いよね、ここで 5-4-3 のダブルプレー取れるんですよ。これもねチェンジアップなんですけど、これがね坂本選手が素晴らしい守備するんですよね。どこで取ったみたいな、どこで取ってんのみたいな、もうパパパパパパパンみたいな、もうあなたも神様ですかみたいな、まあ、守備をするわけですよ。まあ、すごいんですけどね。で、ゲッツー取りますと。で、ここで、ツーアウトランナーなしというところで中田選手迎えるんですけども、結果的にね、これ、レフト前ヒットなんですけど、これね、レフト前ヒットで良かったんですよね。まあ、スリーボールワンストライクっていう、バッター有利なカウントになって、で、ここで一番嫌なのって、どう考えてもホームラン打たれることなんですよ。まだ1点しか取ってないんでね、ソロホームランでも同点っていうところで、この3ボール1ストライクで別にボールを投げろ、フォアボールを出せっていうわけじゃないんだけど、やはりホームランだけは防ぐよっていう場面なんですよね。そこでスライダー投げてね、まあレフト前ヒット打たれるんですけども、これがね、ホームランじゃなくてよかったなっていうふうに僕はね、見てて思いました。で、2アウト1塁で石川選手の時に船場様投手にスイッチしまして、空振り三振を取って、この回をしっかりゼロで抑えれたっていうのは非常に良かったと思います。で、これ7回裏ですね、これね、まあ、ピッチャー大江に代わって、宇佐美さんね、先頭の宇佐美さんなんですけど、これね、大江投手がね、出てきて、スリーボールになるんですよ、いきなり。で、やっぱ不穏な空気流れるんですよ。おいおいおいって。変わった途端すぐフォアボールが、っていう雰囲気出るんですよ。なんですけども、このスリーボールから、立て直して、スリーツーまで持ってって、そっから三振取れたんですよ。ここね、ほんまに、マジでなんて言ったんや、首の皮一枚繋がったというか、マジでこれフォアボールとか出せたら、マジで面倒くさかったんですけど、ここでしっかりスリーボールいったんだけど、スリーツーまで持って空振り三振まで取れたっていうところ。で、宇佐美さんからすると、ここは絶対出ないといけない場面なんですけど、そこを出ることができなかったっていうのが、非常に今日ね、この試合を通じて大きい場面だったなというふうに思います。で、ワンアウトから村松選手がセンターヒット打つんですけど、このワンアウト一塁から、まあ、ヤスさんね、これピンチヒッターヤスさん出てきて、まあ、山本さんね、山本ヤスさんが出てきて、サードゴロゲッツーというところで、今日ね、坂本さんのところでね、ゲッツー2つ取ってるんですよね。で、素晴らしいですよね、これ。で、8回表、これね、ここ、長野さんが打った場面なんですけども、これもね、いろいろこの回起きたんですよ。で、一個一個解説していくとね、ワンアウトから萩尾選手センター前ヒット打つと。で、これまあ非常にナイスバッティングだったんですけど、で、ワンアウト一塁で、まあ吉川選手がね、ランエンドヒットという形で、セカンドに結構強烈なゴロを打つんですよ。なんですけども、萩尾選手走ってるじゃないですか。ランエンドヒットやから走ってるんですよ。で、走ってる途中に、めちゃくちゃ速い打球が左側からパーン飛んでくるんですよ。で、萩尾選手も避けようとしたんだけど、それがね、足に当たってしまったんですよね。で、これ足に当たったりとか体に当たった場合は、走者の体に当たった場合は、走者アウトになるんですよ。で、本来であったらもしかしたら抜けてたかもしれないんだけど、ランナーに当たってしまったんで、ワンアウト一塁という場面なんですよね。あ、じゃあ、ツーアウト一塁という場面になるんですよ。で、ツーアウト一塁で岡本選手、バッター迎えるんですけど、ここで、ランナーが、一塁の吉川選手というところで、ツーアウト1塁だから、もう、得点、ジャイアンツからしたら取りたいから、盗塁してくるかもしれないっていうところで、キャッチャーを宇佐美さんから、加藤選手に変えるんですよ。うん。で、なんですけど、まあ、スチールというか、盗塁を警戒するために、キャッチャー変えるんですけど、ここで、ワンバウンドで、まあ、ちょっとこう、キャッチャーが弾いてしまって、まあ、結果的に、まあ、盗塁をしたような形になってしまうんですよね。で、それで、岡本選手をフォアボールで歩かすと。で、ツーアウト1、2塁で、坂本選手にもフォアボールを出してしまう。まあ、ここも大きかったですよね。この連続フォアボールっていうのは、どっちかで勝負できてたらね、アウト取れたら、この回終わってたはずなんですけど、ここで連続フォアボールを出してしまったっていうのが、非常にね、ここの悔いが残るところかな、という、中日からするとね、思います。で、ツーアウト満塁で、長野さんね、まあ結果的に、スリーベースを打つわけですけども、やはりこの、
4球目かな、4球目スプリット。アウトコース低めにめっちゃギリギリでめちゃくちゃいいとこ行ったんですよ。僕も正直ストライクだと思ったんですけど、それをボールっていう風に判定されるんですよね。で、それで次ストレート行ってファール。で、最後もストレート行ったんですけど、インコース構えだったんですけど、真ん中高めぐらいに来て、チョロさんパッチン打って、で、これで、まあ、スリーベースっていう風になって、まあ、今日ね、勝てたわけですけども、この4球目のスプリットが、もしストライクという風に言われてたとしたら、まあ、スリーベースは今日なかったんで、もしかしたら今日延長になってたかもしれないですけど、これもね、僕もまあ、ストライクって言ってもいいボールだし、ボールって言ってもいいボール。もうめちゃくちゃどっちでもいいかなっていうボールだったんですけど、今日それを審判がボールって言ってくれたおかげでですね、まあ今日のスリーベース生まれたのかなっていうふうに、もう思ったので、そういう審判の一個の判定とか、そういう細かいところかもしれないけど、そういったところで結果的に見ると、終わってから見ると、あっこが分岐点だったよねっていうのは結構あったりするんで、非常にね、そこが野球の面白さでもあるし、皆さんにね、その野球の楽しさとかっていうのは、そういうところもあるよっていうのも、あるよっていうところを伝えていきたいなというふうに思ってます。で、8回裏書いてないですけども、これ西大投手ね、この間打たれたじゃないですか、2戦連続ダメだったっていう風なこと言いましたけども、めちゃくちゃ良かったんですよ、今日。めちゃくちゃ良かったし、腕めちゃくちゃ振れてるし、めちゃくちゃまっすぐ強いんですよ。今日別人やなっていうぐらいの、ボール投げてたんで、これ投げれるんやったら全然勝ちパターンね。勝利の方程式全然大丈夫なんで、これのね、この感じでね、まあ、いつもこの感じでいけるかわからないけど、それぐらいね、思い切って、ゾーンに投げ込んでってほしいな、というふうに思いました。で、最後、9回裏なんですけども、まあ、バルナナド投手がね、今季初失点を喫したというふうに言いましたけども、これもね、もうエラーみたいなもんなんですよ。これ、ワンアウトランナーなしで、中田選手バーンって普通のフライ打ったんですよ。セカンドの後ろぐらいに。で、吉川選手がバーって追ってって、ライトの選手もバーって前来て、普通で言ったら、落ちてくる前ぐらいにどっちかが取るっていうのを決めないといけないんですよ。声であったりとかっていうところはね。なんですけども、吉川選手がどっちかっていうと結構追いかけてたんで、後ろに追いかけてたんで、ライトの選手はですね、あ、吉川選手飛んのかなっていう感じになったんですよ。なんですけども、途中でパーンってお見合いして落ちてしまって二塁打になるんですけど、これは、まあ吉川選手がちょっと深追いすぎっていうのも正直ありますし、どっちかっていうと、ライトの選手が、前に来て取る方が楽なんですよ。吉川選手が後ろに下がって取るよりも、後ろから前に来たライトの選手が取る方が楽なんで、そこは、まあ、声の連携もそうですし、どちらかというとライトのホイストが、俺行きますとか、声がけ、ジャイアンツの声がけはガーリーって言うんですけど、ガーリーって、I got it で、ガーリーって言うんですよ。ガーリー、ガーリー、ガーリーって。取る人、声かけ方は、ガーリー、ガーリー、ガーリーって言うんですよ。俺が行く、俺が行くってことなんですよ。それは外国人選手がいても、ガーリーって言ったら、通じるから、うん、ガットイットやから、ガーリーで聞こえるから、みんなガーリーって言うんですよ。で、そこは、ライトの選手がガーリー、ガーリー、ガーリーって言って、取らないといけないかったんじゃないかなっていうふうに僕思いました。はい、そんな感じでですね、まあ今日は、4対1というところで勝ちましたけども、まあ何度も言いますけども、堀田選手も、長野選手も素晴らしいですけども、今日はね、僕はね、影の、ヒーローというかね、良かったのは僕は安倍監督じゃないかなというふうに思ってて、まあいろいろね、選手起用とか点が取れないとか、いろいろね、ネット上とか、まあ僕も言ったりしますけども、でもやはりね、一番、日本で一番ね、それを真剣に、一番悩んで考えてるのは安倍監督だと思うし、やはり今日ね、その、なかなか点が取れないというところに、6番のところに、長野さんを置いて、その長野さんが活躍してくれた。で、堀田投手も、しっかり投げ切ってくれたっていうところで、非常に大きかったと思うし、それをね、しっかりこう、適所に、こう配置した、この安倍監督っていうのは、僕は今日はね、素晴らしかったと思うし、良かった時は僕は良かったと言いたいし、あかん時はあかんというふうに正直に言いたいんで、今日はね、僕はすごく、いい試合、まあ最後のね、ちょっとグダグダってしてしまいましたけども、まあそれを除いたところではね、非常に良かったというふうに思いますし、明日休みかな、明日休みで、次もね、頑張ってほしいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。